皆さん、お疲れ様です。おもちゃ大好き、ユウギです。今回紹介するおもちゃは、こちら、ベイブレードバースト、ランダムブースター20より、フレームサジタリオ00KP ダッシュ、こちらをレビューしていきたいと思います。こちら、前に紹介しました、ベイブレードバースト、ランダムブースター20の、こちら、フレームサジタリオになります。でこちら、ランダムブースターの開封動画もありますので、そちら見てもらえますと、さらに楽しめるかなって思います。で今回も前半に各パーツ見ていきまして、ステッカー、針、各パーツの重さを測り、後半に全てのベースタージアム、スタンダードのベースタージアム、ワイドベースタージアム、ビッグベースタージアムでどんな動きをするのか、どのぐらいスタミナがあるのかを検証し、最後に全てのスタージアムでバトルしていきたいと思います。今回も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、早速見ていきたいと思います。こちらレイヤーのフレームサジタリオ、いやー綺麗な色ですね。また赤かなと思ったんですけど、赤というよりは赤紫、ちょっとピンクっぽくも見えて、もう全体的にクリアな綺麗な色ですね。前回紹介しましたアーサークイラ、あちらはもう完全に青色色だったんですけど、今回はちょっと赤というよりはまた違った色合いですね。赤紫っていう感じですかね。ピンク色にも見えますけど綺麗な色です。でアーサークイラよりもちょっとここのメタル部分が多い気がします。外回りはやっぱり今回もプラスチックだったんですけど、ここの中のメタルの部分がアーサークイラーよりも多いなって思いました。今こちらにアーサークイラー前回紹介したのあるんですけど、ここの部分なんですけど、ここはなんかもう全体的に囲まれてますね。なんかあれですよね、今スパーキングシリーズの主人公2人、ヒカルとヒューが赤と青みたいな感じですけど、ちょっとメタルホワイトでもちょっと意識したのかなっていうのも感じますね。ちょっと赤色と青色で2つ出してきましたね、ランダムブースターで。でこちらはスパーキングチップやガチンコチップではないので、また外すことはできないですね。でもレイヤーこちら単体で使っていく感じですね。ロックもまあやっぱり前回紹介したアースアクイラ同様、ちょっとロックはやっぱり低いかなって山は思います。ただ全体的に丸い感じなので、またいいバトルをしてくれるんじゃないかなって思いますね。前回はすごい良かったので。でディスクのダブローです。みんな知ってますね。まあ使いやすいダブローですね、がフレームサジタリオに入ってきました。で最後にドライバーのキープダッシュですね。まあ色合いはもうドライバーとレイヤーがもうほとんど同じですね。同じような色合いでしてきました。クリアな赤紫のような色です。でダッシュ化されてますね。やっぱりダッシュ化しないとまあ厳しいかなっていうのはありますね。またバーストしやすいかなっていうのもありますので、ここはダッシュ化して少しでもバーストしにくいようにしたのかなっていうのは感じありますね。で全体的にディフェンスタイプかなって思います。右回転のディフェンスタイプですね。でアーサークイラーはここ全体クリアだったんですけど、ドライバーはのキープダッシュはもう完全にクリアではなかったんですけど、もうメタリックなブルーだったんですけど、こっちはもう完全にクリアできましたね。レイヤーとドライバー合わせてきましたね。いやでも色合いも素敵だと思います。とてもこちら全て組み合わせますとフレームサジタリオ 00KP ダッシュになります。いやー全体的にメタルファイトシリーズメタベ好きな人はもう好きかなって思います。全体的にやっぱりフォルムも似てますし、当時のものと、まあ、似せてきてるなっていうのは、まあ、もちろんあると思うんですけど、まとまってるなっていうのは感じられますね。まあやっぱりここをメタルにはバランス的にはできなかったなっていうのはありますけど、まあそれでも楽しめるのかなって思います。でこちらに入っていた同梱物を見ていきたいと思います。まだ開けてなかったので見ていきましょう一緒に。ステッカーとベイコードと、あとは説明書です、いつもの変わらないですね。ランダムブースターの説明書は全部一緒でした。8種類のことが書いてあり、カースサタン仕様で、裏面にはステッカーの貼り方などが書いてあります。あとはルールですね。でこちらにステッカーを貼っていきたいと思います。はい、ステッカー貼り終わりました。いやー貼っててなんか全体的に可愛らしいなって思いましたね。ステッカーもピンク色で、最近女性のブレーダーも増えてきたんですけど、女の子に人気が出そうな
色合いだなっていうふうに感じましたね。でメタベイはやっぱりシンプルですね。ステッカーも貼りやすくて、まあ、そこがメタベイのいいところかなって。最近のベイブレードですと、まあ、かっこいい、めちゃくちゃかっこいいんですけど、ちょっと全体的にごつくもなってきてるかなっていうのはありますね。ただどちらもいいところあるので楽しめるなって思いました。こういう昔のベイブレードをまた復活してくれる、そういったところもすごいいいですよね。すごいファンからしたら最高です。メタベイ好きな人は特に嬉しいと思います。でこちらドライバーにもステッカー貼りました。やっぱりピンクショックでしたね。ピンク、色合いはピンクでしたね。でこんな感じで全部貼って、でこちらは友達と遊んだ時に区別ができるように好きなところに貼るように、各パーツに貼るステッカーなので、で今これロックとかもこうやってみて、アーサークーラーよりも若干硬いなって思いました。アーサークーラーもスルスルって言ったんですけど、ちょっと噛む感じありますね、ロックは。まあ、それでも今のベイブレードに比べたらだいぶ緩いなっていうのはありますけど、アースアクイラよりは硬いなっていうのは感じました。でこちら各パーツの重さ測っていきたいと思います。早速重さ測っていきたいと思います。まずはレイヤーのフレームサジタリオから3回測ります。 20g 20g 20g、 こちら 20g でした。で次にディスクのダブルを 25g 25g 25.1g 25g でいきます。でドライバーのキープダッシュ 6.7 6.8 6.7 6.7g でいきます。でこれらのパーツをすべて組み合わせた重さが 51.7g 51.6g 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 でいきます。いやー 50g は超えてくるなと思ってたんですけど、今までランダムブースター測ってきて全部 50g 超えてきたんですけど、まあなんとかこちらも 50g 超えてくれたんでちょっと安心しましたね。 40g 台だと、まあ、ちょっと今のベイブレードでバトルすると、まあ、厳しいかなっていうのがあったので良かったです。でアースアクエイラーよりもなんか軽く感じたんですけど、そんなことはなかったですね。でこれでランダムブースターのやつ全部見てたんですけど、まあ、50g 全部超えて、まあ、60g いったのはなかったですね。まあちょっとそこは重さ的には厳しい面もあるんですけど、まあ、やっぱり重い方がスタミナだったりアタックだったりバトルで重さが重要になってきたりもするので、まあ、そこはまあパーツの組み合わせとか改造で補ったりしていくのかなっていうのは思いますね。早速スタジアムの方に行きたいと思います。はい、今回も全てのスタジアム準備しました。スタンダードのベース、50秒を超えてきましたね。最後バトルいきたいと思います。早速バトルしていきたいと思います。今回バトルする相手はこちら、スーパーハイペリオンのノーマル、デフォルト何も改造されてない状態になります。でこちらを先行に打っていき、で後攻にこちらフレームサイタルをシュートしていきたいと思います。一発勝負、一発取り、
行きます。スタンダードのベースアジオ行きます。レームスタジアリオスピンフィニッシュでした。次ワイドスタジアム行きます。ワイドスタジアム行きます。レームスタジアリオスピンフィニッシュでした。次ビッグベイスタジアム行きます。ビッグベイスタジアム行きます。フレームサジタリオスピンフィニッシュでした。いかがだったでしょうか。フレームサジタリオ00KP ダッシュ、いやー結構戦えるなって思いました。スタミナは50秒台だったんですけど、ディフェンスタイプなんで、そこは仕方ないかなっていうのは思うんですけど、いや意外とバーストもしなくて、アタックを受けても、重量差結構あるんですけど、オーバーもすることもあまりなく、で最後粘ったりもしたりしたので、今のベイブレード戦っても結構戦えるんじゃないかなって思いました。あとはどういった改造をしていくのかっていうのもキーポイントとなると思うんですけど、前回同様メタベシリーズ良かったですね。思った以上にやっぱこのフォルムもいいのかなって思います。見比べてみると分かると思うんですけど、一回り小さいんですよね。そこもスタジアムと結構合ってて、なんか楽しいなって思いました。今のが大きいかなっていうふうには思っちゃうんですね。大きくした方が機能面的にも、いろんな機能つけられていいんですけど、かっこよさも増しますし、派手にもちょっとなってきますけど、いいなって思ってるんですけど、やっぱサイズ的にはこのぐらいのサイズもいいなって思いますね。ちょっと気になったのがこのキープダッシュ、こちらのレームサジタリオというキープダッシュ、こちら赤なんですけど、もう結構何回か回してこのぐらいはげちゃってるんですけど、スタジアムが白だとこの色がつくっていうことはありましたね。スタジアムに赤色がちょっとつくぐらいかなっていう、そういったところありましたけど、色合いも綺麗で楽しいなって思いました。で次回ランダムブースター全部紹介し終わりましたので、ランダムブースター購入した時におまけでもらったスパーキングキャンペーンのドライバー全種類4つあるんですけど揃いましたので、そちらを紹介して、であとはこのメタルベイブレードシリーズ、このレームサジタリオとアーサークイラのバトル動画もちょっとやったり、スパーキングベイランチャー L も紹介していきますので、でそちらプレゼントありますので楽しみにしててください。であとランダムブースターのトーナメントやったりもしていきたいなと思っていますので、でまたいろんなおもちゃ結構ありますんで、そちらも紹介していきますので、他のおもちゃも楽しみにしていた人はそちら楽しみにしてください。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。